どうも、エレラリトです。はい、こんにちは、福田です。よろしくお願いしま す。さあ、福田さん、今回のテーマは何でしょう。今回ですね、ブレイクショットのこちら、はい、好きなセリフランキングです。うん、はい、こちらの方見ていきましょう。はい、やっていきましょう。じゃあ、僕の第3位はアムロのセリフですね。はい、あれ、これ、シンスケは誰に勝った後だっけ。シンスケが、まああのね、青野との試合を生かしてね、勝ったんですよね。ポケットの中に入れてギルギルギルって戻ってくるっていうのを、ね、はい、使って勝った後に青野がね、あ、それ日高に勝った試合か、ね、青野の試合を思い出して勝ったんだよみたいな言った後に、あの試合も小田君の中ではちゃんと役立っているんですよね、そう思うと僕もなんだか嬉しくなっちゃいましたよっていう、ね、青野はなんかいいプレイヤーなのにね、全く試合もやらなくなっちゃってね見るだけなんですよね、もう。まあそうですね、まあ、大垣もそうなんですけど、はい、青野は普通に強そうでしたけどね、なんで試合やらせてくれなくなっちゃったんですかね。まあ予選にも出てないですからねそうなんだよね、なんで予選出なかったんだろう、はい、うん、ちょっと残念ですね。そうね、まあでもいいやつですよね、うん、でその年齢もよくわかんないんだよね。同い年なんじゃないの。新助と青野は同い年、うんうん、大垣もなんじゃない。大垣も、うん、加納だけ上、加納も同い年。あれ、加納年上。年齢でこれ年齢がね、これ意外とふんわりしてるんですよね、うん、同い年なんじゃないか。小田新助が高校何年生なのかもね、あんまりわかんない。ああ、確かにね。あ、でもそうか、早川さんが生徒会長やってるぐらいだから、まあ、高3か、3年生なのか。神様ずっと一人だったんだ。ねえ、だいぶ粘りましたね、そんなよく置いときましたね、そんなこと。そうね、うん、昔強かったのかな。そうだね、まあ、部があるぐらいですからね、うん、まあ、僕はやっぱあれですね、やっぱ球が、9番がめり込んでそれが上から降ってきた球で9番が割れて、はい、粉々になって、うん、一番でかいかけらが入ったんですよ。そうですね、9番がね、はい、さ、客がね、一番大きなかけらが入ったって言うんですよ、うん、そしたら審判が、ゲームセット小田慎介これ、こんな大胆な決断ないですよこれ協議した方がいいですよ、一回、ね、ちょっと待ってくださいっつってちょっと協議しますこれ協議ですよ、普通は。確かにね、一番大きな破片が入ったらっていうので、もう審判の一存でゲームセットにしちゃったっていうね。いや、まあナイスジャッジじゃないですか、それは。これ大半は入ってるけど、入ってないところもあるわけだ、うん、ってやっぱ全部入らないと。まあね、全部入って初めてポケットでしょ、うん、ってことですよね。まあ、まあ途中までしか入ってなかったらポケットにはならない、ね、そうですよね、うん、っていうことは俺はノーインだと思うんですよこれに関しては、うん、まあだからそうだね、価値観とかそういうことになってくるかな。これは難しい、まあ、ないからね、こんなことはもうちょっとこれ審議した方がいいと思うけどね。でも可能もよく受け入れたよね、まあ、しょうがないかみたいな、ね、めり込んだ時点でどうにかね、なんか競技がやりそうですけどね一回ね、隣のテーブルでやり直した方がいいと思いますけどね、うん、そうね、うん、大胆だったなって思いましたね。やっぱそこはもう審判としては誇りが操作されない、うん、自分が決めなきゃと、こんな前例がないことは、はい、じゃあ僕の第2位はですね、まあ、ドモンさんですね、はい、ドモンさんがなんか最初にね、しんすけと会った時にこのコップを2つ置いてね、はい、間を通す、ずっと通し合うゲームをやってたんですけどね、はい、これは何なんですかって聞いたらね、昔そのアメリカサーキットに参加した時に前年度チャンピオンとやったんだよっつって、うん、で先を組み交わした余興のつもりだったんだが、夜の9時から始めて勝負がついたのはなんと明け方の5時だったっていうね。に何時間ですかこれ、9時から5時までは。8時間8時間つきっぱなし、このコップの間のやつを。面白くねえだろいやいやいや、やっぱ集中してたんじゃない、気づいたらやっぱ熱くなっちゃった。軽くやってみようよって思ったら思いのほか面白かったってことですよね。そんなに難しいことじゃないけどね、これに関しては。でも結構なスピード出してましたよ。いや、スピードは関係ないんですよ、うん、えあんまり別に、うん、スピードは関係ない。ゆっくりついて通す方がむずいかもしれない、もしかしたら。あ、そのスピードっていうのはこの、うん、受けてすぐ返すっていうことよ。まあそれがむずい、その、うん、球で受けるのがむずいと思う
相手が正確な分受けやすいんじゃない、それも。うん、それでもこうなりそうだけどね。トラップがうまいってことね、ちょうどよく引く、うん、引かなきゃいけないと思うよ、うん、まあね、だから、ね、まあ達人だからこそですよね、うん、達人同士だからこそ、うん、まあね、うん、なんで逆に5時にどっちが、あ、そうか、勝ったのは土門さんか、相手が壊しちゃったんだろうね、うん、コップがね、うん、しんすけもね、コップいっぱい割ってやってましたけどね。そうなんです、緊張感が出ないからね、うん、真面目なやつですね、うん。じゃあ私はですね、まあ、土門さんがアメリカンサーキットに行った時のマスターが、うん、土門はあの昔の写真見せて、はい、若いなっつって、うん、でアメリカンサーキット終わって優勝した時の写真見たらね、うん、もう髪が真っ白になっててね、焦げててね、髪が真っ白だ、それにげっそり痩せてるって言ったよね、うん、そのマスターがこれがアメリカンサーキットさっつって言ってもどんな大会なんですか。どんな大会、まあ、それくらいやっぱり酷使する、身も心も酷使するってことですよね。どう、何をかけてるの。これ死ぬってこと、負けたら。プライドでしょ、それは。負けたら死ぬやつぐらいのこけ方してますよ、俺。噛みましょう。どういう試合、なんて日程で進むのかも分かんないしね。なんか3ヶ月ぐらいかけそうだよね、これね。半年ぐらいかけてたって書いてあったけど。サーキットって言ってるから、意外と点々とすんのかね、それか。回るんだよ。いろんなところ。いろんなところ回る意味もよく分かんないんですけど。まあ分かんないですけどね、うん、まあ過酷なんでしょうね。そうね、うまくできてましたから、ね、はい。じゃあ僕の1位はですね、まあ昔話でね、ダグラスモードがダグラスショットを完成させてね、賭けビリヤードで勝ちまくってね、はい、みんなにね、なんかふざけんじゃねえ、お前ズルしてるだろみたいになるんですね、はい、でそしたらね、その賭け金を全部パッてやってね、みんなに酒をおごってやってくれっつって、でダグラスショットの完成祝いさっていきなね、ダグラスモードのセリフ、うん、これが良かったですね、まあ、一番なんかこのブレイクショットの中で、うん、粋なシーンですね、これが。まあまあまあ、うん、確かにね、ストーリーないですからブレイクショットって基本的に、うんうん、これもうちょいダグラスモードの素顔も見せてもらいたかったですけどね、うん、ここで初めて、まあ顔は出さなかったですね、うん、ダグラスモードのね、子孫とかも出てきてよかったそうですよね、実際に血を引いてる。ダグラスモードの孫とかね、うんうん、全然続編かけますね、うん、ダグラスショットしてくんのかな、そいつも。そうだね、うん、俺と同じダグラス級。同じだ、まあ同じか、うん、ダグラス級。アメリカサーキットにいるんだろうね。アメリカサーキットにいるよね、絶対にね。ジェフリー・ボイドに勝ってね、そいつが、うん、なんだあいつっつって。私はですね、はい、ドーン岩尾と2回目の対決の時ですよね、全国大会、はい、全国大会 で、うん、でこれを入れればね、小田慎介勝つみたいな、はい、球あるんですよ、うん、でこれはもうダグラスショットのところだってなるんですよね、うん、でバーゲーンって言って、多分1番9番のコンビかなんかよね、1番に当てて9番を入れに行って、うん、でしたらガガガガってなって、でグランってなって出てきちゃうね、はいはいはい、入るかと思ったら、うん、入らなかったですよ、ガガガガガガガって入らなかったってなった時に審判が、うん、ファール。全然ファールじゃないんだけど。ファールではないですよ。ファールではない。当たってるんだもんね。当たってます。当たって、手玉も全然落ちてもないから、審判がファールっうわーってなってますよ、ね、わーってなっちゃってファールじゃないんですよ。全然ファールじゃないのに、何なんだろうね。やっぱドキドキ、緊張すんのかな、やっぱ審判も。何も言わなくていい場面ですね。何も言わなくて、ただ外しただけなんですよ。ファールっつって。で、ドモンさんも そのファールで、その審判のファールの言うこと聞かないで、そのままやってるんですよ。うん、手玉フリーではやってないんですよ。そういうことだよね。だからこの審判が大声で、大声でファールって言ってるだけなんですよ。気持ちの中ではもうファールと一緒じゃない、もう負けるから。でもファールって言っちゃったんですよね。
でも無視されてる、みんなに無視みんなに無視されてる。これ聞いてみたいですね、前川先生に違う会場だったんじゃない？もうここだけ土門さんに完全に無視されちゃった確かにファウルじゃないもんね、何もファウルじゃないんですよ、ただただ外したっていうだけのこと何か言わなきゃって思ったのが、ね、ここが勝負の分かれ目なんでね何こいつって思われたでしょうね、審判に聞いてみたい、この時なんでファウルって言っちゃったんですか大ミスこいてるんですよね、はい、いやいいセリフたくさんでしたね、はい、さあそれでは今日の一ネタご覧ください、はい、どうぞ。ブリッジの人差し指の微妙なコントロールで球先にしなやかなひねりが加わった。その上あの黒い球のパワー、柳の球の比じゃない。いやめっちゃ硬かった。どうもありがとうございました。